こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。痛みによる苦痛で歪んでしまった顔を笑顔にする鍼灸整体院リーフ院長の笹原健太郎です。本日は、こちら前回に引き続き偏頭痛について話をしていきます。で、前回偏頭痛の特徴について、こういう特徴があるんですよというのを説明したので、ぜひ前回の動画から見ていただけた方が話の流れが分かりやすいと思います。で、今回は偏頭痛こういう特徴があるんですけども、これになる原因と対処法について、話をしていこうと思います。で、偏頭痛なぜ起こるのかといいますと、これ実はもう一つの緊張型頭痛を言うて、コリからの頭痛と全く原因が違ってきます。で、例えば凝りからの頭痛、首肩が凝るんですね。首肩が凝って凝ることによって、血流が悪くなるんですね。血流が悪くなって人間の血流が悪くなると血管を広げようとするんですね。でこのままじゃダメと思って、でその広げるときに出る物質が痛み、こりを感じる物質なんですね。なので、それによって、痛み、こりを感じるのが偏頭痛、緊張型のこりからの頭痛です。なので基本的に肩こりとか首こりからの頭痛というのは、血流悪くて血管がギュッと縮んでしまってるんですね。で、この偏頭痛はどうかと言いますと、実は真逆なんですね。真逆で、頭の血管が広がりすぎることによって痛みを感じてるんですね。というのはどういうことかと言いますと、例えばこれが血管としますね。血管、普通の太さの血管で、血管この断面図ですね、断面図と思っていただいて、この中血が巡ってるんですね。で、偏頭痛の時のはこの血管がわっと広がってしまってるんです。で、広がるとなぜ頭痛が起きるのかと言いますと、実は頭の血管の周りには神経が要素あるんですね。神経、血管周りに神経が要素あるんですね。で、この神経を血管が狭い血管がわっと広がることによって周りの神経を刺激してしまうんですね。それによって起こる頭痛が、偏頭痛なんですね。なので緊張型のコリからの頭痛とは真逆の原因で、頭痛が起きるんですね。なので対処法は真逆になるんですね。だからコリからの頭痛はぬくめると血流が良くなって、頭痛が楽になったりするんですけども、偏頭痛の場合は逆に血管広げたらダメなので、血流を良くすると悪化するんですね。だから対処法としましては、こみかみだったり冷やしてあげるんですね。冷やしてあげることで、冷やすのとプラス、ここに線側頭動脈、動脈があるんですけども、こう押さえていただいたらドクドク感じるところがあるんですね。こみかみの部分ですね。ここを軽く圧迫してあげるんです。圧迫してあげることで広がった血管を抑えることができて、偏頭痛が少し楽になります。これ本当に痛い時にしてあげると楽になりますよ。ぜひ偏頭痛の方は試してもらえればなと思います。なので、偏頭痛は緊張型のコリの頭痛とは全然原因が違って、対処法も真逆になるということをしっかり覚えておいてもらえればなと思っております。それでは以上になります。で、この動画を見て当院のことが気になった方は下にリンクがありますので覗いてみてください。では本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございました。